パイの早食い競争早食いとは食料や料理をともかく早く食べる行為である。大食いとは大量に食べる行為である。退職とも言う。共に健康にとって悪い影響を与えることがあり、文化によっては食文化としての品性に欠けたマナーに反する食べ方だと言われることもある。早食いや大食いは催しとして行われているものや競技とみなすものがある。また、 娯楽番組の見せ物としてテレビで放送されることがある。早食いは特に忙しいサラリーマンなどに多く見られるもので以下の特徴がある。古くは武士、職人の屋台による食事、そして旧日本軍の習慣が戦後、ビジネスマン、公務員、医師、看護師などに受け継がれたものである。軍隊等では短時間で食事を終わらせることも合理性がある場合もあるが、 近年では胃腸に負担がかかり、消化器疾患を患う原因ともされており、そのような食べ方が改められるよう求める意見も存在する。しかし相変わらず、忙しさのために食事の時間を削らざるを得ず、早食いに徹することが多い。立ち食い店やファーストフード店が多く利用される。その一方、フランス語で退職を意味するグルマンは美食家の意味を内包する。 早食いではない退職のものでは、しばしば味や風味を重視するものもおり、こちらは食通に通じる。ただし、日本語の範疇として、早食いや退職といった要素が前面に出る場合は、風味が二の次である傾向は否定できない。風味を重視する場合は美食家の範疇で扱われる。裕福や美食の象徴が大食いによる肥満ともされた。早食いの場合、 満腹感を得るための消化、吸収と血糖値の上昇が間に合わず、多くの場合において満腹感を得た時点で大食いとなっている場合が多い、ことから早食いは大食いと同義とされることがある。これは食事が人生における娯楽の大きな部分を占めるものであるにも、かかわらず満腹になってしまえばどんな美食であろうとも中断せざるを得ないということにも絡んでいると思われる。 古今東西の美食家の中には、食べた傍らから吐き戻してさらに食べるなどの涙ぐましく、そして食に対する冒涜とも受け取られかねない行為を行う者もいる。大量に食を摂取しても太らない体質の人を指す言葉である。原因は大きく二つある。一つは胃の形状である。胃が腸へと垂れ下がった形状をしている場合、食べ物は胃に長くは留まらずに、 腸へと流れていくもう一つは体温維持を図る褐色脂肪細胞を多く持っている場合である。これが活発な場合、摂取した余分なエネルギーは熱として放出される。栄養の吸収が良くないことが原因の一つとも考えられる。なお、マウス実験の段階ではあるが、大阪大学大学院医学系研究科の下村伊一郎教授の研究によると、 死亡組織内にある酵素、点を減らすことで、痩せの大食い体質になることが分かっている。ただ2005年5月19日、上記の下村教授の論文は絶造であるとの報道がなされており、米医学士、ネイチャーメディシンに論文の取り下げを申し入れた。いくら食べても太らないマウスは、幻となった。その一方で、いわゆる寄生虫が体内にいると栄養吸収が阻害され、 痩せるという俗説がある。ことサナダムシの特に人体に及ぼす影響の少ない種類のものを意図的に入れている有名人もいるという噂ない市民間療法も誠しやかに語られるが効果のほどは定かではない。寄生虫に絡んでは衛生仮説のような仮説もあるが、コトサナダムシなど寄生虫の研究でも知られる藤田光一郎元東京医科歯科大学教授は 当初、サナダムシダイエットを著書中で研究したが、近年の著書ではダイエットについて触れていないという、常識の範疇でよく食べることはよく働くことと同じく良いこととされている。食欲旺盛な様子に対する肯定的な表現としては、健談という言葉がある。もっとも、これらは常識の範疇にある場合で、 常識を逸脱した早食い大食いは県を非難の対象となり得る。特に食事のマナーによるところが大きく、食べ方に下品で見苦しい点がある場合は嫌われる要因となりやすい。また、食べ物を粗末にするなという視点も存在し、いわゆる腹8分目など満腹を忌避する価値観も存在する。大食い大会などの催しは食料を無駄にしているという批判がある。 特に貧困が著しく社会問題となっている国の国民からすれば、大食いは貴重な食料を無駄に消費しているように移りがちである。国外では、中国の全国人民代表体会場委員会が2020年12月22日に食品の浪費を禁じる法案の審議に入った。飲食店が顧客に過剰な注文をさせたり、大食いを売りにしたテレビ番組や動画を流したりする。 ことを禁じる内容であり、違反者には罰金を科すことのできる規定も盛り込んだ。古くから、食に対する渇望から、腹いっぱい食べたいという欲求も根強く、それこそ無理やりに、腹いっぱいになるという催し物や競技は多い。日本では、ワンコそばがよく知られているが、その他にも、特大のメニューを出す店や、特大のメニューを、指定時間内で食べ終えたら代金は、 無料という飲食店の特別メニューやテレビの特番物、地方町おこしイベントとしての早食い競争は多い。特に近年にあっては食料生産技術の向上により食品が豊富にあることもこれら協議が成立する理由に挙げられる。その一方で飲食店においては大量の残飯を生む可能性があることや催し物に関しては 早食いが元で喉に食べ物を詰まらせ窒息死する事件が起こる場合があったり、特にテレビ放送されるものについては安全性などの観点から PTA や一般視聴者などから批判の声が多いため、これらを見合わせる動きもある。実際に2002年1月15日に愛知県の中学生が給食中にパンの早食い競争をし喉に詰まらせたことが原因で、 同年4月24日に死亡する事故が発生し、TBS やテレビ、東京など当時早食い競争の番組を制作していたキー局は大食い早食い競技を題材とした番組制作を取りやめていた。3年後の2005年4月にテレビ東京が対策を行った上で、元祖、大食いを決定戦としてテレビでの大食い競技番組を復活させたが、依然として、 これらの番組に対する批判は根強い。ギネス世界記録では各地で記録更新に挑戦するあまり事故が多発したため、1990年代以降の観光本では早食い大食いに関する記録が一時掲載されなくなり、また挑戦者の安全に配慮されたルールに乗っ取らなければ新規登録、更新の申請受付はしないと表明するようになった。しかし二千年以降、 小林村が6つのギネス世界記録を樹立し、掲載されており、2010年代からは再び、早食い大食いの記録が幅広く掲載されるようになっている。早食い大食いを競技として捉えた場合、一般的な定義とはやや状況が異なり、としており、早食いと大食いを別物とみなす場合が多い。特に早食い競技においては、非常に短い時間内で多くの食物を摂取しようとするあまり、 喉に食物を詰まらせて、呼吸困難に陥るなどの事故が起こる、可能性が高いことから、素人向けの競技会においては近年早食い競技を回避する傾向が見られる。またかつて、日本、大食い協会会長だった、岸義行は、早食い競技と違い、大食い競技では、このような死に至るような事故の起こる、危険性は非常に低いとして、 健全な大食いという概念を主張していた。ただこれに対しては、小林村が水中毒に代表されるように、大量の食物や水分の摂取により体に異常を来す場合もあり、そもそも安全な大食いというものは存在しないと反論している。実際に、塩や水など、生物の生存において、基本的な物質の大食いで死亡した例があり、同一することに対する、 危険性が存在する一方で、早食い競技を得意とする競技者の一部には、早食い競技をスポーツとして確立しようとする動きがある。日本では前期のテレビ番組中断の煽りを受けて、現在その動きは、停滞気味であるが、アメリカでは、国際大食い競技連盟という団体が存在し、ネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権をはじめとする数多くの、早食い大食い大会を主催し、 現在ではメジャーリーグイーティングというシリーズに発展させているほかフードファイターの世界ランキングを定めている小林孫がアメリカの独立記念日にホットドッグの世界記録を倍にしたことで全米で大きな話題となりアメリカのスポーツ専門テレビチャンネルである ESPN がネイサンズの模様を生中継するなどアメリカでは徐々に早食い競技がスポーツとして認知されつつある また別の観点では、批判的意見も早食い番組への意見などに見出せ、生理的欲求の必要以上に消費することへの批判も存在し、放送倫理、番組向上機構の視聴者意見などにも、食べ物を粗末にすべきではないや、子供が真似て事故を起こしかねないのような批判も見出される。なお BPO への意見では、食べ物に関する意見として収集されているところとして、 グルメ番組を含め食べ物を扱う番組への批判として、低俗だとするものの他食べ方のマナーが悪いなど、食事に関する行儀作法から外れていると批判も見出される。愛知県の中学生の死亡事故以後、テレビ東京の元祖、大食い王決定戦では、大食いは健康であれ、危険な早食いは厳禁、食べ物に感謝を、の参加条を定めて、 番組内で説明するようにしている。大食い客、フードファイターに対して、飲食店からはしばしば出入り禁止の処分が下される。しかし、中にはあえて、フードファイター向けのチャレンジメニューを用意して、呼び込もうという動きも見られる。小林村、ホットドッグミートボールハンバーガーピザトゥインキーパスタ、川島ショーゴレモンニンニク、カトリシンゴミルクセーキ 鈴木隆史大魅力世紀工藤幸玉ねぎ、山口祐介玉ねぎ、市町村3収録によると、文化14年、江戸両国柳橋のよろずや八郎宅で、彼が経営する料理者や、一万八郎の宣伝のために行われた大酒退職会があった。その一部を記せば、古典落語、蕎麦清は、大食いを趣味とし、掛金を狙う人物が主人公である。漫画、アニメ、 ドラマ、映画などのメディアにおいて、大食い早食いを題材とした作品や番組も存在する。従来の料理漫画と異なり、料理を作る描写は少なく、食べる行為の描写には絵と置いている。知識、競技系ドラマ、ありがとうございます。